はい、それではピオ将棋の、レベル26ですね。ピオ彦とやっていきたいと思います。ちょっと結構強そうですね。はい、初手7六歩からですね。なんか、9四歩っていう手が好きですね。まあ、序盤の、端歩のあるなしとかそういうところはね、まあ、素人にはあんまりその影響しないというか、なんかさ、プロはやたらと序盤戦に持ち時間使いますよね。なんかその、なんか仕掛けるまでに時間使いすぎっていうかさ、なんか終盤にもっと時間残しときゃいいのにとね、思いますけど、でもやっぱりプロレベルになると、やっぱりそういうわけにもいかないのかな、やっぱり。これ6七銀5六銀としてもあまり意味ないんですよね。まあ4六歩で。なんか下町流三間飛車とかさ、いろいろ指し方あると思うんですけど、下町流とか、紅嫌流とか、いろいろあると思うんですけど、いや、結構本読んだんですよ。なんか下町流とかね。だけどさ、なんか覚えられないっていうか、なんかいろいろ難しいっていうかさ、まあ、難しいんですよ。で、こうやって桂馬跳ねた時に、その、この4五桂という桂跳ねを受けないっていうのがね、なんかピオ将棋の特徴ですね、なんかね。で、これはもう6五歩でやっちゃってもいいんじゃないかな。あ、止めるんですね。これはね、一回8八飛車とやって相手のさばきを抑えてから、7四歩ついてくればそこで5五歩なんです。まあ、でもここでも5五歩ついて同歩だったら、これで6、5四銀と打ち込んでいくのはちょっと味が悪いですかね。ちょっと味が悪いので同角でいきましょう。ああ、普通に受けるんですね。ここは7七角か？ああ、そうか。あ、そうか。ああ、やっぱり。あ、でも、ああ、ちょっとやばい。そう、あ、そっか。言われてみればその通りだけど、これでまた、あ、そうか、金引いたら6七桂成か。まあいいや、しょうがない。いや、角引いて、やり直しだ。あ、取らないの。そうですか。じゃあもう厚みで。まあ、厚み温泉というね、厚み温泉が、どこにあるか皆さんご存知、これは、同歩で？ほうほうほう。へえってですね。まあ、渥美温泉というのはね、まあ、山形県にね、あるんですけどね。なんか字が難しいなっていう。これ、あ、そっか。まあ、こうするかな。これ、6四に角出られる手が嫌なんで、でこう逃げといて、あ、でもなんかやだな、これ。やば、やば、やば、めちゃくちゃやばいな、これ。まあ、あ、でもやばいな、これ。どうしよう、これ。5四に出る。ああ、そうやるのか。まあ、と、あ、ちょ、また、王手飛車やんけ。ちょっと、まずいっす。まあ、でも、まあまあ。これ何やってんだ、これ初心者ですよね、こんな。ひどいなぁ。ああ、ひどいなあ。まあでもね、最初の将棋は小手調べっていうのはさっきから、まあこれはね、じっとこう高美濃を修復してチャンスを待つというところなんですが、まあ晒しの歩ですかね。で、まあ歩を成っといて。ほう。いや、しかしその手は、まあと金売るんですけど。ほう。へえ、てか、そんなに厳しいのかな、その手が。4三とと寄って。まあ、取らないといけないか。まあ、香車合駒して。そっか、どんどん追い立てられちゃうのかな。桂馬、ああ、桂馬で合駒すると？でも、同香ない同香1九、あ、違うか。駒
これは一体同金だと？そういうことか。逃げ道封鎖の手だったのかな。逃げ、あ、ちょ、2九玉、いや。そっか。これが詰めろか。ダメか。着実ですね、なんか。ダメか。え？何よ、詰まされてるってことですか？まあ、まあ、これはね、序盤戦、これが、本編でないってことはね、前回の動画からもね、お分かりかと思いますね。それでは、こっからはね、本番ですので、よろしくお願いいたします。こっから本番ですよ。さっきのはね、前置きというかね、てかさ、なんかテレビとか見ててもさ、なんか前置きの長い番組とかありますよね。なんかイラつくんですけどね。てかテレビとか、テレビの悪口を言うとネットではね、褒められるっていうなんかおかしな現象が起きてるような気もしますが。でもこれさ、さっき4号刑のふんどしの刑っていうのがありましたけど、ふんどしの刑はした方がいいと思いますけどね、やっぱり。ふんどしの刑に反省なしですね。まあ、5号刑打たれたのがちょっとく間違いのもとという。これもう兼ねちゃうんですよ。あ、違うのか。その形では、これ上がると？これ飛車回って三人飛車と回ってくるってこと？あ、違ったか。なんか不気味です。そこで取らないの。はあ、そうですか。角道開けといて。何その手？意味わからない。さっぱりわからん。あ、8六歩狙ってるってことか。まあ狙ってるっちゃ狙って、でもまあ戻るんですか？これ4六歩で、あ、でも4、4六歩で銀バサミじゃないんですかね。7三桂でダメなのかな。でも銀バサミになりそうだけどね。これ5六歩6五桂で角を引いて、これなんとかなるんじゃないのこれ。桂も跳ねて。まあここで銀取っちゃっても別に、そこまで悪くもないかもしれないけど、でも角はちょっと大事にしたいっていうか、角は可愛いっていうか、っていうかこれ9五角がいい手じゃないのかな。9五角が、7三角成の先手になるんじゃないのかな。あ、そうかそうか。あ、なんだ、そうかそうか。ちょっといいのか。で、まあ、角で止まるんですけど。ああ、そうか。なんかうまく攻め繋がれてんのかな。6六で取って。そこでと、桂馬取らないんですね。で、感心してるばかりではないけど。感心してるばかりではいられないけど。で、これは、まあ、同金ですかね。銀だとちょっと修復効かないので、金で取って。これは、ここか。いや、で、これで、こう、角が出ていって、これ、7七桂で一応銀は取れないか。ぶつけられて意味はないのか。まあ、こうですかね。そうですね。まあ、まあでも一応ね、守り剥がせるので、あ、同角でね。はあ、ははあ、まあそうですね。まあ角で取った方が形はいいですよね。形はね。形はいいです。それは明らかですけど。さあ、ここからどうするかっていうのは非常にその難しいっていうか、小回り的には別に損はしてないんだけど、相手から8六歩の狙いがある。8六同歩同飛車で、飛車を裁かれるんですよね。その裁きが、
下る前に何かしたいわけですけど、その手がなかなかね、ないっていうお話なんですよね。うん。どうしようかな。一回3四歩と突き出してみる？これ防ぎようがないんでしょうがなかったっていうね。まあ、こう、8八歩、これ6六歩ってあるかな。6六歩と打って、むしろ同銀同銀同角と7七銀で一応飛車角両取りみたいな。あれは8八歩としてきて、同角成なら同飛車同飛車成で、あ、でもそんなことはしないよね、さすがに。これね、6六歩だとね、8九歩なり、これこっち、こうするか。でもこれ同飛、まあそうですよね。まあ、これは、グイッとだ。おお、そうですか。まあちょっと苦しげではありますが、これでさ、要するに4七銀とかしてしまうと、今度こそ8八角成、同飛車、同飛車成が王手になっちゃうっていうことですよね。あの、王手にならなければ7七角で王手になっちゃったんですけど、それができないっていう、まあそういうお話っていうことですけど、もう、桂馬取っちゃおうかな。普通に同銀、同銀。あ、いや、これは、これはこうですね。で、8八角成してきたら、そこでもう桂馬取ってさ、勝負だ。で、これ同級生で。で、飛車成られるんですけど、まあでも、まだすぐに詰まされるわけじゃないので、てか詰まされるかもしれないんだけど、まあ一応5八銀左で、なんとか耐え、お？その手は？同玉。え、互角とか言ってんだけど、ピュア将棋。え、互角なのこれ。で、これ、次5八桂ないとされても、まあ、一応同銀でまだ行ってね、まだ余裕がなくはないっていうことも言えなくもないというかなというか。ただ、攻め方はね、難しいですよね、これね。どうすんのかな。3三桂とか、三三桂もなんかしょぼい手ですよね。なんかね、しょぼいんですよ。まあでも三三桂ぐらいしか思いつかないんだよな。で、こう取って、で、同金で、まあ戻すと。ああ、もう一回打ってくるんだ。ここで三三歩成が詰めろになればいいんですけどね。三三歩成が詰めろになるかですよね。三三歩になった後に2二金と打ち込んでいって、同金同と同玉、3四桂まで、3二玉と逃げられ、ん？でも詰むのかそれは。あ、詰むのか。これ三三歩成詰めろにならないですか？ 2二銀同金同玉同玉同玉。3四桂と打って、3二玉が最強だと思うんですけど、あ、違うか。3一玉が最強の推しなのか？あれ？でもここで受けるのはちょっとね、っていうとですからね。ここでね、この6六桂と打たれた局面で、受けに回っちゃうと、受けに回る手もあるのかな。でも3三歩成がなんか詰めろっぽくないですか？なんか。あ、そうか。え？と金払われるじゃんか。何やってんだよ、もう。そうだよね。よく見たらその通りだよね。でもこれ飛車使ってもらったから、あ、そっか。これ3七歩だと普通に5八桂成とかされるのかな。あ、でも、これこういう手ないかな。あ、まあそれは分かってるんですけど。
これ飛車取ってさ、こちらの王様詰まないってことないですか？これ詰まないんじゃないの？これひょっとして、これ上に上がってさ、うん、これでも詰まなく、なんか勝ちっぽくないですかこれ。ほら、なんか変な手になってる。あ、ほら、受け、ほら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 。でもここで油断してはいけないのは、まあ、同等ですね、普通にね。おっと！勝ちましたよ！いや、これ気持ち、やっぱりね、2回目は勝ちますよ。